上昇工事は、京都府京都市右京区京北井戸町にある臨済州天竜寺派の寺院。本尊は釈迦如来。正名は大有名山万寿上昇工事。かつては上昇寺と呼ばれていた。上昇工事の庭園山国五両京都市北高の山中に位置する。この寺の開山は南北朝時代に北朝初代の天皇となった黄金上皇である。 黄金上皇は、官能三年、昭平七年、大和国が明生の南朝小村上天皇安宮にて、落職し、全州に帰還した。帰郷の後、上治元年、昭平十七年、田場山国将を訪れ、道地にあった、上樹寺という無重の寺を、改めて改装したのが、上昌工事の始まりである。上皇は、その二年後に自弱し、当地に葬られた。 戦国時代には一時衰退したが、その後復興され、江戸時代には徳川秀忠から事業として、井戸村の五十国を与えられた。天明八年の時点で末寺七日、寺を有していた京都市北港、京北地区の山中に位置する。寺の背後には、黄金天皇の山国領、五花園天皇の後、山国領、五土三角天皇の文骨書がある。 黄金法王像、上昇工事像京都府京都集京区、京北井戸町技丸山14-6。ありがとうございます。